ワンドバーサスニードプレゼンツ BJJ ウェーブ。はい、橋本キアです。カルピディウム内山由紀です。はい、呪術などライター成田です。ラスコンチャスケニー板橋です。はい、これね、ケニー板橋がいるってことはね、もう宣伝、もう宣伝の時しか出てこない。そんなことないです。はい、じゃあ早速ね、宣伝から。あ、申し訳ありません。はい、これは古いやつです。宣伝からお願いします。コパラスコンチャス、新潟大会決定しました。はい、ですね、開催日がですね、5月の20ですね、20日ね、20日ですね。はい、で第一締め切りがですね、3月の8日となっております。はい、もうすぐですね。はい、今今日が2月の17 17ですね。はい、だからもう2週間ちょっとでもう第一締め切りになっちゃうと。はい、だからこれもね、ちょっといろいろとあって大変だったんですけども、開催決定しましたね。はい、だからこのね、前にあのコパラスコンやったかなと思ったら、プリンスカップでしたね。前やったのは。そうですね。はい、プリンスカップ。あれがいつでしたっけ？2014。もっと前。4年ぐらい前。違う。あ、でも13ですね。13か。多分。そんな前？そんな前ですか？そんぐらいじゃないですか。ADCC の中国大会の号にが乗ってたナードで見た気がしますね。あ、本当。はい、すごい記憶。すごいな。この間ちょっと見てた。あれ、その時成田君って言ったの？え、いなかった。いなかったと思いますね。あ、まだ成田聡登場前。はい、登場前ですね。なるほど。はい、そんな前以来の、はい、このね、新潟で大会やるっていうことでね、はい、このその時にね、ケニーが物販やってバカ売れしたんですね、ラスコングッズが。で、ウハウハで、もうこれはもう一丁行くぞっていうことで決まったっていう。そういうか、なんかあれですね。いや、あの時ねすごかったよね。まあ、売れたというか買っていただきまして、いろいろすごい。だからなんだっていう、やっぱこれから地方の時代だっつって、結構ね、良かったっていう思い出がありますよ、新潟大会。はい、で、あの時に確か2面でやったんだよね。2面だったと思いますね。で、それで結構近隣の道場からも来ていただいて、ね、富山とかから来てもらって、ね、大内さんのセミナーみたいにやったの覚えてますね。あ、そうで、レイヤーも来てましたね、確か。あ、で、その時に釜飯食べたんだよね。食べました、食べました。あれですよ、大内さんの撮影でもう寝てなかったから、次書くの。そう、なんか釜飯食べながらなんかその座談会みたいなやったんだよね、プリースカップ。そう、呪術プリースカップって土地土地に行って、でその土地の人、近隣道場の人たちを集めて、その土地の呪術シーンを語るみたいなのもちょっとセットでやってたんだよね。で、それでそういうのもあって、そこなんか近くのが有名な釜飯屋で食ったんだよね、確か。まあ、なんか出発して着いて仮眠しようって、レナトスで仮眠しようみたいな感じで着いたんですよね。朝、もう夜中とか、まだ4時、3時、全然覚えてない、全然覚えてない。車で行ってみんな乗り合わせて、そら、さんがすごい帰り飛ばしたイメージがあります。そうだっけ？もう全然覚えてない。私それ、大内さんの車が壊れたのはいつだっけ？それは分からない。ありますね、トラブル。いや、もう大丈夫、今度からもうドクトラ呼ばないから。ドクトラドライバー、ドクトラデスドライブだからね。地獄のデスロードだから。ドクトラ地獄のデスロードはやばいから、マジで。ケニーさんが運転して、で、大内さんに変わったんですよね。確かに。ケニーさんの運転めっちゃうまいんですよ。全然覚えてない。だから橋本さん寝てました。関係ないもん。一番後ろ その機材と一緒に多分橋本さん一人で多分座って多分寝てたと思います。確か全然覚えてない。で、それ以来のコパラスコンチャス、はい、で、今年コパラスコンチャスが1月に東京でやって、はい、で、2月に沖縄で、もう来週ですね、はい、でその次がこれですね、はい、で、それ以外にも初夏に、まあ、これも初夏っちゃ初夏だけど初夏に、岐阜も内定してます、はい、で、秋ぐらいに横浜。横浜です。です。結構ね、2、3ヶ月に一遍ペースでやる感じになるんで、で、今度からその今 SJJJF ドゥマを改め SJJF のサイトでその申し込みやるんだけど、このラスコンチャスの大会だけで年間ランキングもできます。で、そのチームポイントの、表彰の盾もできます。はい、で、今までその東京でやってたようなその全員参加のくじ引きもやるし、はい、で、スポンサー各社から、ね、協賛いただいた商品が当たる、ね、くじ引き、はい、で、もちろんその大会の参加者 のあれもあるし、はい、商品もあるし、はい、すごい単発の大会なんですけど、ちょっと単発ならではの大会をやれればいいかなと思ってます。で、
またそのコパラスコンチャスって言えばね、スーパーファイト組んだりしてますので、はい、ね、東京大会でも結構組んで、沖縄でもね、あの組みました。で、この大会でも組めるように今動いているので、ちょっとそちらの方もお楽しみしていきたいなと思っております。ケニー、どういう大会にしたいですか？そうですね、まあ、なんか東京が今大会が乱立しているので、そう多いよね。これを皮切りじゃないですけど、もっといろ、ね、地方行けたらなと。そう、あの地方、はい、プリンスカップはやっぱりその大会がないところに行って大会やりましょうっていうのがあって、うん、でそれを、ね、今コパラスコンチャスのフォーマットでやってるっていう感じで行きますね。でラスコンチャスの大会は、まあ、本当もうニュートラルじゃん、別に、はい、あの JBJJF も関係ないし SJJF も関係ないし、で、まあ、ルールは SJJJF ルール、あの ASJJF ルールね、アドバンテージなしで、レフリー判定なしでサドンデスありみたいな。だけどそれでも別に、特別なんか政治的な絡みもないし、ニュートラルな大会でやってるんでね、ぜひぜひ来てください。で新潟の大会に行って、まあ、沖縄もそうだけど、写真がジュートナードのフェイスブックページに載って、で大会のレポートがブラジルブログに載って、はい、試合の動画がジュースプリストで配信されて、さらに、BJJ ウェーブ でああだったこうだったっていうようなことも総括も話すみたいな、はい、でなかなかその大会で、ね、地方の方が新潟なんだ、もう俺も行くのいつぶりだと、多分それ以来だよね、もしかしたら。多分それ以来の、行く感じなんで、本当なかなかこういう機会もないんでね、ぜひぜひ来てください。あの新潟、まあ、レナツ の、 佐藤隆がいろいろと動いてやってくれてるんですけども、はい、でその近隣の道場で、パラエストラ上越の井上優也もいるし、でクラブアバリアン富山の、ね、島崎君もいるし、この間ヒクソンカップで、ね、活躍した山中健也もいるし、ね、結構、風田仁さんもいますね、ピロテクス、はい、新潟、ね、いろんな あそこら辺のなんていうの、北陸？そうですね。あと、まあ、仙台の子たちにも声をかけて、うん、仙台と新潟と近いの？まあそんなでもないですけど、まあ、そうなんかね、はい、富山 の人に聞いたら、富山から新潟行くのと富山から東京行くの変わんねえみたいな。でも新潟もなんかこう長いじゃないです か、 ね、かこっちのなんか新潟と上の方の新潟市の方だと全然違 う、ね、うん、全然違うらしいんだよ。なそ道路もなんかあの新潟までだったらその関越で、そこから、はい、あ登るときにまた変わるからみたいな。あ、そうなんだ、ね、そうだ、変わる。だそれ言ってたけど、長野にもほらダニエルハトもいるしね、あそこら辺の人たちもいるから、ちょっとそこら辺も楽しみにしたいと思いますね、はい、ぜひぜひ5月20日、はい、もうこれ決定です、はい、でムンジャルのね、ほんと直前情報ですね、ここがバチッと決まってますので、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。お願いします。はい、はい、続きまして、秘伝の記事に物申す。はい、これがね、ちょっとこれ言いたいことがありますよ。ね、このね、秘伝ね、この今この呪術の特集だっていうことでね、俺これアマゾンでね予約して買いました。こんな秘伝なんて買ったことねえんだけど。あ、そうですか。990円買ったことない。でこれちょっとねすごい楽しみにして買ってたんですけど、でやっぱね、あのカラーでドアタマ特集ブラジルの呪術って言ってね、このね、あの記事すごい、あの読んだんですけど、あの最初にこのブラジルの呪術のあのクロニクル年代記、はい、これすごい良かったですね。だこういうね、あの今のブラジルじゃなく、あブラジルの呪術じゃなくて、その過去のブラジルの呪術のその源流を紐解くっていうか、うん、その前田ね光代からあのグレイシー呪術に至るその変遷で、そのグレイシー呪術ができてからどうやって広がっていったかっていうことがすごい書かれてて、すごいなと。俺こういう記事は俺には絶対書けない。あのファダとかも出てきますね。そうで、これのファダもルイージ・フランサ・フィリオっていう人からもらったんだね。うん、あその流れが、ね、そうなんだってもうちょっと思ったもん。だここでね知ることもあのすごいいろいろある。非常にね、これさすが高島さんならでは、こういうね学術的な原稿は俺には無理っていうねものがすごい良かったですね。であとその後にもこの中井先生のイギリスで呪術機構ね、こういうのもねすごいよね。中井先生がしかもこれ書いてんだね。そうなの。そう、中井先生が書いてるんですよこれ。うわっと思ったけど、なんでこれ今イギリスになんていくらでも黒帯いるのに、なんで中井先生がわざわざ行ったんだっていうところも含めて、これもちょっと面白かったですね。
ね、中井先生これ結構いいです、ね、カラーで毎晩パブで飲んで、そうそうそう、はい、であとこの今ほらビール写真がいっぱい、そうちょうどヒクソンのセミナーやっただけにこのセルフディフェンス従前個人性のリアル、このね三谷さん、三谷真奈美さん、これ初めて知りました。あ、そうなんですね。知らなかったです。多分これも初めてじゃないのかもしれないけど、俺はちょっと初めて知ったんで、なんかヒクソンの、そうですね、そのロサンゼルス道場でやってたっていう、あのヒーガン呪術、ヒーガンマチャド、ヒーガン呪術か、マチャド呪術のヒーガンだね、ヒクソンヒーガン呪術っていうところでストリートでどこまで使えるのかっていうその検証だったり、でその呪術イコールバールテュードのことだったりっていうの、これもすごい面白かったです、はい、なんかちょっと秘伝っぽいね、これのがね、そうだよね、今ガードを使ってグランド時間出し続けてるね、ちょうどこれやったんだよね、クラスで。今ね、あのミューズはあのウォームアップ代わりにセルフディフェンスをね3つやるんですね、毎回。それちょうどこれやったっていうのもあって、すごいタイムリーな、でちょうど俺も興味あることだったんで非常に良かったです。あとはこの山木選手、ね、この山木選手のこのインタビュー、だから山木選手がほら柔道の、ね、すごい段持ちで、ね、ヨーロッパのリスボンに出場した世界の強豪相手にみたいな、これ柔道と柔術のことを、まあ、柔道と柔術の結構ね、コンバートって結構いろいろあるじゃないですか、それについてのことも話してますね。でこの山木選手が着てるねブルテリアの道着、これも私がいろいろと手配しましたから、いろいろやってますよ、こういうのも、はい、っていう中も含めて、でそこで最後ですよ。お、最後なんかありましたか。ワンポイントコラム、はい、ブラジリアン呪術の今を知ろう。これだ、すごい、あ、これはね興味深いですねってね、最初の方からずっと読んでて、はい、最後の最後これな、読んだら、はい、ここにねちょっとね突っ込みたいところが言いたい。でブラジリアン呪術国内普及発展を目指す大規模な統括団体二つあり、二つっていうのはまず JBJJF と、JJFJ と。で、まあそうですね、97年に JBJJF ができて、2007年か8年かなに JJFJ、あ、2008年ですね、JJFJ ができたと。で、まあ、でその後に、それとは別に AJJSF、全日本柔術競技連盟という団体もあると。知ってましたか？僕は知ってました。全然知らなかったです。恥ずかしながら。でも、これ日本で大会やったことありますか？いやー、あー、わかんないです。よく欧米とかヨーロッパでヨーロッパ柔術みたいなこと言うじゃないですか。JIU じゃなくて JU 術ね、はい、柔術ね、はい、うん、なんかそれのことをちょっと調べてるときに、うん、1回なんかその協会か連盟かなんかのホームページを見た。 それが AJJSF 全日本柔術競技連盟という団体があると。でこれは打倒局ルールのヨーロピアン呪術 JJIF の国際呪術連盟の要請で作られたもので、JBJJF ともに日本格闘技競技連盟に加盟している、 JMJ に加盟していると、うん、でいうのが載ってて、日本で要は今、ASJJF アジアスポーツ呪術、連盟のことは一切触られてないと。でこんな大会もやってないようなことが触れられてて、 ASJJF のことが触れられて、これなんでだと思いませんか？思いましたね。これ何なんだろう、これ。僕最初これ読んでて、うん、ASJJS のこと書いてるの、これ間違えてるかと思ったのよ。ヨーロッパ柔術はいや関係ないのになと思って、これはちょっとじゃ間違いかな、ところなのかなって、よく見たら違うんだよ。違うんですよね。だからそもそもね、今日本で柔術の大会をやってるのは多分 JBJJF が一番多いのかな。多分それに次ぐのが ASJJF だと思うよ。ASJJF だ。ASJJF はアジアスポーツ柔術フェデレーション。で、2018年度から SJJJF、スポーツ柔術ジャパンフェデレーションっていうなってるのにも関わる。この JJFJ より絶対確実に多いよね。ああ、そうですね。絶対多いよ。で、大会もやったことないのに SJJSF は乗ってて、なんで ASJJF 乗ってねえんだって話ですよ。で、これはこの記事を書いた人がその SJJJF のことを知らなかった。のかわざあえて外したのは分かりませんよ。それプラそれなのになんで AJJSF を載せてるんだと。でこれがただ単に別にブラジリアン呪術の、ね、まあ、こういうのがありますよって言って、今を知ろうって言ってるんだったら、これはもう完全なお門違いじゃん。今を知ろうってこんな大風呂敷広げて書いてあるんだ、そこは扱わないのおかしいでしょ。でしょまあでもその中には名前はあっても、まあ
あってもいいと思いますよ。おかしいでしょ。だからこれ、だから、うん、それなんだろう、それなんでだろうと思って、まあ、これは確かにこの人、この書いたのどこのドイツか知らないですよ、全然知らないけども、まずこれを書いた人がまずリサーチ不足、全然もう何も分かってない。でそれプラス、まあ、ここの人に届いてないってことは ASJJF だったり、うん、SJJJF の努力不足もあるのかなと、うん、そうですね、そうこの人にも届いてない、まだまだなのかなと。日本には JBJJF、JJFJ2 つあり、おいおい、連盟としてに、日本ブラジル柔術連盟 JBJJF、ね、JJFJ 両方とも一般社団法人ね、うん、でけどASJJF の一般社団法人スポーツ、うん、アジアンスポーツ柔術連盟ですよね、うん、はい、いつもなんか書類に、ね、長々書かされて、一般社団法人だから立場的には同じだし、で JBJJF の上位組織は IBJJF だよね、うん、で JJFJ の上位組織は、まあ、ヒクソングレッシュの JJGF なのかな、うん、柔術グローバルフェデレーションなのかな、で、ASJJF の上位組織として SJJIF あるわけじゃん、スポーツ柔術インターナショナルフェデレーションがある、全部組織的には全部一緒なわけじゃん、うん、でなんでこの AJJSF、ね、俺も、まあ、俺も逆に言えばあの勉強不足でこれ知りませんでしたよ、全日本柔術競技連盟、こんな組織だけあって活動してるかどうか分かんないやつは取り上げて ASJJF 載せたやつのおかしいでしょ、どう考えても。これ誰が書いたんだって話だよ。なんだろう、そのもっとオーバーリミットの残党ですかね、やめた。分かる。あれエジソンに行くみたいな。アレサンドレイとか書いたんですか。これは俺はマルコス、マルコス中村書いたんですかこれ。だからその可能性があります。じゃないとそんなに。エジソンこんな日本語上手くない。いやこれねおかしいっしょ。こんな外し方ってなかなかない。でそれ以外の記事がすごいいいだけあ、いいだけにこれは本当残念だよね。けどこれだけじゃなくてこの後にもこのあのキャッチのこと。うん、あはい、そうそうそう、ね、キャッチのことにもすごいあのあっていうことは、うん、あこうそうなんだみたいな、あまるでねあのあれ G スピリッツのすごい過去の検証みたいな、うん、いうのもすごいあってわーって思ったんだよね。それだけにこれ本当残念ですよね、うん、逆に周りがすごいいいからこそちょっと気になっちゃう。そうこのねアドサンテルのことからキャッチャーズキャッチキャンみたいな、はいこういうのもすげえなみたいな。好評連載中ですからね。そうだ、そういうのも思っただけにこれは本当ね。でこれを今ねあの正式に連盟としてクレームを入れるかどうかといいますとね、あの相談中です。だってそうじゃん、だってあえてわざと外されてるっていうか、これ載せられてないってことはだってなんか意図があってやってるのかみたいな。ミスだったらミスだ、これは許されないと思うよ。まあ、あもし表題を変えるか、だってブラジアン柔術の今じゃこれはブラジアン柔術じゃないですみたいなこと言われてるわけじゃん、まあ、確かにブラジリアン柔術というかスポーツ柔術だから外しましたって言われたらそうなのかみたいになっちゃうかもしれないけど、手としてはだってこのブラジリアン柔術に、ブラジリアン柔術の要は競技として競技の一環としてやってるわけじゃん、うんうん、まあ、世界大会もやってるぐらいね。ちゃんとなんだよこれって本当思ったよ、まあ、変な意図があったっていうよりは単純にその全然じゃの AJ なんとかがその、うん、JBJJF と同じところに所属したから書いたのかもしれない、そういうルートなのかもしれないですよね。 FJJ ってまた F それもそう、会長自体 F 言わないの、俺なんだよと思うの。で、まあ俺らはほら柔術にどっぷり使ってる人たちだから、はい、あれこれ ASJJF 乗ってねえじゃおかしいなって気づくじゃん、うん、けど普段秘伝を読んでる人だから柔術なんて初めてそんな知らないような人が、あそうなんだってなって、うん、そこでASJJF のあのぽっかり抜け落ちてるっていうのはそれはそれでなんか納得、なんかおかしいっていうか。でも例えば僕らがそのナードで、うん、じゃあちょっと合気道ショート串やろうって言った時に、うんうんうん、じゃあ合気道どこどこ道場あります、どこどこ道場あります、どこどこ道場ありますって、うん、その主要団体みたいな、うん、流派、うん、主要流派、うん、主要道場みたいなやつを、うん、しっかり網羅できるかって言ったら、うん、まあ、ちょっとドキドキなところもありますよね。そんだったらそんなブラジャン柔術の今を知ろうみたいな、はい、もう大層なこと書くなって言うんだよだからまあしっかりそのリサーチっていうか、それけど高島さんなり中井裕貴になってるんです、これどうですかって言ってそれをだって校閲みたいなのしないの、これ事実と合ってるかどうかっていうので、いや今ドゥマウトもありますよ、 SJJF って多分みんなまだ SJJF ってことも知らないかもしれないけど、 ASJJF だったりドゥマウだったりってことは分かるじゃん、うん、でしょ、それを柔術認めてないみたいになってるわけじゃんって思ったんですけど、どうなんでしょうかこれ見てる方は。
どうですか、そんな俺がプースカスしてるのおかしい、別に。まあ、じゃあこれもじゃあ木屋さんがじゃあちょっとまた別日で一騎打ちしてもらって、まあ、いやほんとこれなんでだよでもここじゃ答え出ないね、いやなんでだよってほんと思ったよ。これはねちょっと言いてえなと思って急遽収録した次第です。もうこのためにねためちょっとピリついたよねいやこれをだって俺わざわざ Amazon で予約して買ったんだぜ。でしかも高島さんがなんかこういうのが出ますってやった時に書いてて、いやそれもあそうなんだっつって、もうすぐさま俺予約したぜ。いやでもわかんないですけどやっぱなんかそこまでわからなかったライターさんが書いちゃったんじゃないですかね。けどこれ極真とかのやつでさやってるさ、したら極真のねなんか流派がいっぱいあってさ、うん、1個抜けてたらそれ大問題になるでしょ、うん、じゃあうち極真の流れを組んでるやってるのにそれ外されてる、じゃあうち極真じゃねえのかみたいになるわけじゃん。だまあそれボンミス、まあボンミスかわかんないですけどボンミスだったってことじゃないですかね、うん、だからその変な意図はなくて、じゃあなんかその SJJF は外そうみたいなことは全くないと思うんですけどね。いや本当これは、ね、思いましたよ。金橋も敵が欲しいのかな。いやいやいや別に何にも噛みつきたいわけじゃないよ。カチンと夜な夜な街を歩いてる。いやカチンと来たからこれを言っただけで。敗北が欲しいっつって。だってこれけどこれそう見だ俺らはどっちかっていうとほら ASJF っていうかあっち側のねこといろいろやってるから、うん、これちょっとおかしいと思わなかった。いやすごい残念だなって思いました。うん、ここにいたこの団体が。だから ASJF が乗ってなければ。はい、なんと思わない、はい、日本で何にもやってないやつが乗ったってこれが乗ってるっておかしくない？うーん、そうね、あれじゃないですか、このだから JMGA に加盟してるのは JBJJF とこの AJJSF なわけでしょ、うん、JJFJ はなってないのにな、 JJFJ を取り扱ってってなってるわけじゃん。じゃあこの、あの JMGA に加盟してるから取り上げたんですよって言うんだったら、じゃあ JJFJ はじゃあ何取り上げたんだよ。おいどうなんだよでもまあここじゃ答え出ない、ね、出ないです。これはとりあえずでも木屋さんが怒ってるのはもう伝わりました。いやいや別に怒って別に秘伝かどうのこうのってねえけど残念ですね。ただそのここのこれをね多分あの呪術やってる人たちだったらあの見てるこれを見てる人なんてもうマニアのスレッカラスのマニアしかいないと思うんだよ。こんなちま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 見てる人なんてその人からしたらあれおかしいなって思うだろうし、逆にあのこれを見てて秘伝を見てない人はあこういうなとあこういうこともあったんだなっていうのをちょっと知っておいてほしいなっていう、ここ何もするのもちょっと、あそう楽しみだっただけにちょっとあれですよね。なんだよって思ったんだよね。はい、だからこれはねだけど ASJJF もありますよ、 SJJJF もありますよってことですよ。ブラジャン呪術だけど本当このだこれが本当にブラジャン呪術今を知ろうみたいなやつでもなくて、ね、この AJJSF とかが載ってなければ、あまだ JBJJF と JJFJ の二強時代なんだな、まだそこまで並び立ってないんだな、ASJJF、まだまだ、ね、メディア活動頑張らないといけないなって思うわけじゃん。そうなのに違うっていうのが、ちょっと残念。これを読んだ俺も、ね、ASJJF も残念だなと思って、これ書いた人も残念です。ちゃんとリサーチしろよって、本当思いましたけどね。はい、怒り浸透、怒り浸透の状態で、いやーまあ別にまあ俺もカチンときたけど、だからそれは要は俺らがまだそこまで伝えきれてないっていうか、そのそういう人たちにのところにまで届いてないっていう、まだ JBJJF、JJFJ っていう2つで、だわけわかんないそのヨーロピアンなんとかっていうのが出て、そこにまだ ASJJF が並んでないなっていうことなわけでしょ。あともうウィキペディアに加筆した方がいいかもしれないですね。ああそうなの、団体日本の団体みたいなやつ、それできるのじゃあ、できるんだ、できはで多分みんなの会長の名前も乗るってことじゃん。会長乗るでしょ。で日本 ASJJF の会長が籠原エジソンで、日本の SJJJF の会長が村田良三っつって、うん、なっておく、ね、この記事は検証中ですって出ちゃうかもしれないですけど、いやいやいやそんなんじゃねえだろっていうね。いやいや本当これではね、なんだよって思ったよ秘伝。関東のあの初見先生の、そうだこのさ、バブジャパン出版局、これバブジャパンのビデオ持ってるよ。せっかくファンだったのに。そうだよ、マジャド呪術かなんかの教則も持ってるし。江戸川区橋本少年の、そうだよ。続きましたねちょっと橋本少年を。いや残念だ残念。なんだよと思いましたよ。まあいいや。
そんな感じです、まあ、ちょっとね、これそういうのもありましたよっていう事件が思いましたから、これだけはちょっとあのお耳に入れたいなと思いました。はい、はいはい、続きまして、お便りコーナー。はい、お便りコーナー。僕ちょっとここでちょっと、はい、すいませんでした。はい、お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。続きましてお便りコーナーになります。はい、ここからはねちょっと明るく楽しく激しいビーゲージウェーブに、はい、激しいついてたらまた噛みついちゃう、はい、噛みつかないですよ、お便り噛みつかれちゃう、はい、ちょっと気をつけてください、はい、不機嫌不機嫌今はい、じゃあ最初は読ませていただきます。はい、橋本さん、成田さん、皆さんこんばんは。こんばんは。仕事中のラジオ代わりに楽しく聞いております。マニア男爵です。お、久々マニア男爵じゃん。何でしょ、何でしょ、私も噛むけど、はい、最近お便りを出していなかったのですが欠かさず聞いておりました。最近のトピックの中でいくつか気になったことがあったので質問させていただきます。1、スパイダーインビテーションの件。あ、スパイダーインビテーションあるね。柔術メディアでも結構取り上げられていましたが、うん、あのスパイダーインビテーションとはどのような人が行っているプロ興行なのでしょうか。これ韓国 の、 あのスパイダーっていうあのチームスパイダーですか。そう、チームスパイダーというのはスパイダーっていうあのスキーウェアみたいな、スキーウェアなんかアウトドアブランドなんか分かんないけど、あれがあの柔術の方に今やってる。だからその去年か一昨年ぐらいに青木くんとチョイが試合やったじゃん。あれもスパイダーのスーパーファイトだったんだよね。すっごい金持ってて、でそれでその広告活動の一環として柔術の方をやってる。で今チームスパイダーってスポンサーつけてる人がいっぱいいるじゃん。キーナンだったりミャオ兄弟だったり、あのそう、あのシェーン・テイラーとか結構いるじゃん、チームスパイダーのスポンサーつけてる。でそれがその韓国のあれだよね、スパイダーっていう会社のやつで、それがやってるのはそれ、あの韓国のそのマネージャーのやつがあの本さんだかハンさんだかっていう、それがチョイの片腕なんだよね。あ、だからあの ASJJF の、韓国大会やるときはいつもチョイとその人が一緒にやってるのよ。で彼があの結構あの、ね、だから韓国人選手があのアジアで来たときに結構スポンサーつけてる人いたでしょ、はい、あれはだからそれだからそう韓国の人たちがやってる。で僕もそう、チームスパイダーなんだ。そう、チームスパイダーはそのスパイダーっていうあれのやつ、はい、ね、はい、じゃ続けて。あ、それだけ？まだあります、はい、またその招待選手の選考もよく分かりません。あ、それをだからそのスポンサーしてる選手たちですね、はい、でもし知っていたら教えてください、はい、今のがそれですね。そうで、その、スパイダーのスポンサー選手もいるし、あとそれに準ずる選手たちだよね。今そのこれからスポンサーにしようかどうしようかっていう交渉してるような選手で、今2018年でしょ、ということはこの年からスポンサードが変わるんだよね。でこの間ほら1年更新で、それが2018年年明けなのか、ムンジャルが終わってから、あのムンジャル前に更新するパターンもある。何パターン、6月なのか2018年1月なのか2018年6月なのか、ね、5月の終わりというかそのムンジャルの前で、上半期下半期で結構分かれたりする。1年契約だったら半年だったらあるんだけど、多分それで契約してる人たちだと思う。でここで勝ったりしたらスポンサードの、だからコパラスコンじゃないけど、継続みたいな、そうコパラスコンに出て活躍したらコパラスコンチャスからスポンサード受けられるとか、結構それあるじゃん。でそれと同じ形ですね。すごいよ、強豪選手あの韓国に招聘して、すごいよね。会場も結構豪華な、そう、しかもだってあのこれがやばい、いや、そうで、それであの今って韓国がすごいお金になってるよね、柔術大会が。で国内で1000人規模の大会ってあのほぼないじゃん、コバブルテリアだったりそれアジアだったりっていうのがいくつかあるだけで、そんなに大きい大会ないんだけど、けど韓国はほぼ1000人規模の大会は月に1回はあるからね。盛り上がってますね、すごい。ということはお金が回ってるんだよね。だからそのスパイダー の、 あのウェアだったりなんだりっていうのも、あのスパイダーの人、そうで、あのロゴがついてればそのロゴが浸透して、ああので、柔術家のチョイとかも来てたし、でそういうの来てたら、あ、ちょっと買おうかな。要はルーカが同じことじゃん。ルーカサーフィンブランドだったけど柔術の方にやってきて、今柔術やってる人たちの方にあの流れていってるじゃん。でそのだからあのマッケンジー来てたとか、ね、その武士者来てたとかってなって、あのでメンディス来てたとかで、それで俺らも買うようになったりしてるわけじゃん。
しかもなんかルーカの店行ったらその、まあ、メンデスの看板ですけど、うん、普通にありました。そうで、そういう中の一つとして呪術が入ってるんだよね。スパイダーにはスキーだったりスティキだったりスネボーだったりなんだりって登山だったりあのクロストレールだったりいろんな中のうちの呪術っていうのが入ってるっていう、うん、だそういったやつですね。だから日本はまだそういう要はナイキだのアディダスなのがその呪術にそこまで投資するとは思えないですよ、うん、で今日も質問箱に出てたけどその日本でその呪術だけで食っていけるようになればいいですねって言うけどまだまだ無理だよね、はい、っていうことはやっぱそのスパイダーからはだからそういうビアゴだったりキーなんだりがスポンサーパッチをつけてるってことは結構1ヶ月あたり数百ドルのお金が動いてるわけじゃん、うん、で日本でパッチつけて5万円あげます毎月5万円あげますっていうスポンサーはないでしょ、うん、でそれだけ韓国の方がもう先行ってるよね、うん、だって日本でこんだけの選手を呼んでプロ大会なんかないわけじゃん、うん、だって今実際だプロ大会なんて、ね、グランドインパクトが、ね、休止中の中で年に1回その祭りがあるぐらいなわけじゃん、うん、でバリカタだってもうやってないわけだしでグランドインパクトやったところで海外からこんだけの選手を呼んでやったりはしてないわけじゃん、うんでしょ、まあ、そう、そういうイベントじゃではないですもんね。そう国内のローカル選手の人たちが200人っていうあの下北だったりね、あの祭りが200人ぐらいか世界観でやってで、グランドインパクトはだってあのそう新宿フェーズだってタウンホールでやって300人400人相手してるわけじゃん。でこれはもうフローグラップリングで配信して で巨大資本がついてやってるからその時点でもう全然違うんだよね、うん、で、まあ、大会の規模も違うし、うん、だからもう上を行ってますよね、うん、はい。ちょっとこれはまあ、このスパイダーインビテーショナルっていうのをインビテーショナルビインビテーショナルは覚えてないけどそれがある時点で日本より上だよね。ただ日本はやっぱ既得権益じゃないけどやっぱあの IBJJ のアジアがあったりでそのヒクソン杯があったりっていうのはあのやっぱ韓国よりも先に呪術があったわけじゃん、はい、で黒帯の数も多いってなってるけども一部分でちょっとその選手層だったり、まあ、選手の強さもまた別よ選手の数だけで言えば韓国の方が今ちょっと多いかなっていうのは俺の体感、うん、だって日本では、ね、さっきも言ったけど1000人規模の大会なんて本当勝てるわけじゃないじゃん、うん、けどあの韓国は本当あるからね毎月毎月1000人規模じゃん。結構あと若い感じがしますよね。そう、あの大会の映像とか、そうね。で女の子もだって十何人のトーナメントって多分日本でないよね。白帯だったら青帯とかでアジアがギリギリ、うん、そうって感じです。ただ韓国のローカル大会でそれがあるんだもん。しかも賞金トーナメントもあったりちょっとこれはね思うよね。すごいなって思いますね、うん、はい。そういう感じですね。だからこのハンさんはあのまた6月に会うと思うんでその時にまたスパイダーの話はしたいなと思います。だからスパイダーのもんだったら全然もらえるけどね。あ、グッズですか。グッズ、そのハンさんに、ハンさんだかテンさんだか、そうそうそう、全然いろいろと。韓国寒いじゃん。韓国寒いからそのスキーウェアとかが要はタウンユースされてるじゃん。あ、そういうのもあると思いますよ。はいはい、はい、そんな感じです。はい、はい、次に遺跡の件。はい、ここ、ルイザ・モンテイロとグスタボ・バチスタがアトスに移籍しましたが、うん、何かあったのでしょうか。ブラザーフットでうまくいっていたようなイメージだったのですが、変な質問ですいません。もし知っていたら教えてください。これね、まあ、アトスがどんどん巨大化してるっていうのもそうだよね。去年チーム優勝してですごい勢いはあるよね。で逆ね、ギーとハバが引退して黒帯がちょっと逆に手薄になったよね。前は各階級に黒帯、アトスの黒帯みたいな感じが、ポイントゲッターじゃないけど、はい、結構いたじゃん。けど今ちょっとそのハバとギーが、ね、抜けてそこもちょっと弱まったのかなって。でエジラモスだったりフラザトだったり、ね、常連だった選手たちもちょっと離れちゃったじゃん。コンペティションからムンジャルっていうコンペティションからねちょっと抜けちゃった部分もあって、それだけやっぱ強化っていう面もあると思うし、で、まあ、ちょっとこれはもうスキャンダル的なことになるけど、ルイザ・モンテラとレアンドローの元カノじゃん。でそのルイザと付き合ってるのがそのグスタ・バチスタでしょ。でグスタ・バチスタ元彼と今彼が一緒にの道場にいるって、なんかこれって結構モヤモヤするんじゃないの。しねえのかな。すると思います。でしかもでブラザーニュースクールブラザーフットってブラジルじゃん、はい、でやっぱりそのアメリカのサンディエゴに行った方が、サンディエゴじゃなくて別にロサンゼルス別にいいんだけど、やっぱアメリカの大会ってすごいいっぱいあるし、でもちろんその賞金トーナメントもあるしプロ大会もあるし、で
アクセスがいいよね、ブラジルからあちこち行くよりは、はい、でそういったビザだったりチームの受け入れだったりなんだりが、うん、全部整って移籍っていうことになったんじゃないのかな、うん、でお互いのところいいことだと思うよ、うん、でアトスのまあもちろん、ね、アトスのサンディエゴにいて大会の結果を残していけばやっぱスポンサーだってつきやすいと思うし、うん、それこそね今までブラジルにいてどんだけスポンサーついてたか分かんないけど、ブラギーニャ、そのグサバチスタだってそんなにまだ黒帯としでビッグネーム、まあビッグネームだビッグネームであるかもしれないけど、まだまだそこまでまだ新鋭の域は出てないよね。でなんでそんなビッグスポンサーがつくかってやっぱ難しいと思うんだけど、これからアメリカでね移住してきて大会でバンバン出ればそういった今いるトップ選手の中の一人にはなるわけじゃん。ルーカス・バルボーザだってキーなんだって今アトスにアトスのサンディエゴにいるわけじゃん。あじゃなくて今すごくスポンサーついてね、もう本当にプロ選手としてやってる人たちだから、そこの一つそこのあ彼らと同じようになりたいっていう夢を持ってできたんじゃないのかなと思うけどね。それでやっぱやってらんないっつってレアンドロロはバーで飲んでて喧嘩になっちゃった、うん、そういやそうレアンドロロはすごいだってスポンサー恵まれてるからやっぱりレアンドロロとブラギーニャじゃ全然格が違うよね、うん、レアンドロロは一切指導もやらないで練習だけで練習だけで食ってる人だから、多分彼らは違うと思うけどね、うん、いやあもうギリギリで充実だけで生活してるかもしれないけど、ギリギリでそんな余裕はないでしょう、うんと思います、はいはい。まあ、そういうことそれが理由、まあ、実際どういった理由でどういった経緯で移籍したか分かんないけど、それはまた今度パンダムとかであったら聞けばいいかなと思います。はい、その時をお楽しみにして、はい、はい、続きまして読ませていただきます、はい、橋本さん成田さん皆様こんばんは、いつも楽しく拝聴させていただいております BJJ ウェーブネームダメ野郎です。おいいね、ダメ野郎は常にね出てきますよ、はい、レギュラーですよ。1ジューズプリースト316 サウスジャパンオープン2017のもう配信されてすぐ見るなだから前は見てなかったからね、空いてましたからね、そう見てねえからさ、1月前ぐらいで、そう見てなかったから今見てますね、言うから言うから、はい、1、はい、CM の件、今更ですがちょっと前からブルテリアの CM が変わりましたが、前のやつもかっこよくて好きでしたが、今のやつはブルテリアの店舗なのか、広くて品数がめちゃくちゃ多くて多いですね、一度行ってみたいです。そうね、今まあ、ジューズプリスの中で配信されてる CM 動画ってずんと数年レベルで変わってないからそろそろ変えたらあってて、坂本さんがで作ったんだよね、で自分で作って、あじゃあ他の業者に頼んで作ってそれを今入れたんだよね。けどあれって今までってブルテリアのイメージ広告だったじゃん、はい、でけど今回は店舗の紹介みたいになっちゃってて、あそうなんす、ね、なんかちょっと違うなっていう感じがするんだけど、まあ、あれはあれだけど、こうやってほら行ってみたいなと思ってくれる人がいればすんげえ、あれはありますからね、品数は交互に入れればいいね、店舗紹介とブルテリアのイメージ、はい、ね、そうですね、ね、よりいいかなと思います、うん、はい、周知外とかね、はい、2、試合の感想、ジム・エリクソン選手強いですね、乗り継ぐ選手もスイープとか見せ場あったものの1本取られていましたね、ジム・エリクソンの24が自分の目指す24に近く勉強になりました、その他の動きもすごくうまくて参考にしたいと思いました、エジソン先生も熱い試合でしたね、エジソン先生の足換への執着と絶対バックは取らせない、足を入れさせない試合巧者ぶりが光っていましたね、西本選手対生田選手も熱い試合でした。2. ガラパゴス呪術の件、前回お便りを読んでいただき褒めていただきありがとうございました、こんな自分でも自分より呪術歴の短い人に実力的に抜かれたり、最近体力が落ちたりして一丁前に悩んだりするものですが、練習より BJJ ウェーブや呪術プリス、すいませんちょっとすいません、呪術プリストを主張するのが中心の呪術ライフだし、もともと呪術よりも呪術後の飯や酒が好きで呪術を続けてきたので、成田さん、はい、試合とかスパはいまいちですが、呪術雑学や呪術を楽しむことにはだいぶ秀でていると思うので、これからも自分なりに楽しもうと思っています。はい、はい、いいと思いますよ、もう全然そんなね、呪術ってことにね関わってればそれでいいと思います、楽しめればと、そうです、それぞれですよね、はい、楽しみ方は、
はい、3、ヒクソン先生のワークショップの件。ヒクソン先生のワークショップの動画を YouTube にアップしていただきありがとうございます。はい、あれすごいね、良かったですね、はい、うん、YouTube で見れるなんてすごいですね。ヒクソン杯でのワークショップも含めてオンライントレーニングの宣伝なのでしょうか。以前セミナーに行った時に格闘技を引退したからセミナーで教えることができるようになったと言われていたことを覚えています、うん、体の使い方、呼吸、コネクトなどとても勉強になりました。ペアになってくれた方がベテラン柔術家かつ分からないことは何でも聞こうとする方だったのでかなりヒクソン先生に直接習えたので最高でした、うん、やっぱね今までいろんな、ね、人とかも 習ってきたけどでその中にやっぱヒクソン・グレイシーってやっぱ特別な存在的なことはあるよね。やっぱり、まあ、俺エリオ のセミナーも受けたしでヒクソンも受けたし、まあね、クロンのクラスも受けたじゃん。でヒーロンもヘナンも受けてってなって、まあ、ヘンゾも受けてってなるとやっぱりちょっとそこにヒクソンっていうところが入るとまた違うよね。やっぱなんだかんだ言ってやっぱグレイシー好きだしね。まあそこはやっぱありますよね。やっぱヒクソンってやっぱ違うよね。ああそうなんだみたいな説得力もあったしね。高間先生が、ね、翻訳してくれてすごい分かりやすかったしね。ピリッとしましたね。あれもよかったよね。すごかったよね。あれだからただでやるってほんとすげえなと思ったよ。で今までヒクソンのセミナーってアクシスの会員じゃないと出れませんとかで出れたとしても2万円ですとか、はい、っていったものが無料で受けられたわけじゃん。でそのであれが全部とは思わないけどもその一端だけでもなんかすげえなっていうのは分かったわけじゃん。でもちろんねそういった今までノリさんエジソン並んだって聞いてた中のそれがこれだったのかみたいなのもあるしすげえぞすげえぞって言われてるうちのそれがこれだったのかっていう再確認じゃないけどちょっと思ったよね。普通の袖持って襟持って引っ張ってみたいなそんなこと一切やらないじゃん、はいはいそうですね、なあのコンセプトみたいな、はい、しかもフィロソフィー、ね、哲学呪術哲学みたいなのもなるほどみたいな、うん、すげえなみたいなちょっとあったよね。まあ、本当でもダメヤローさん言う通りそのオンライン3月から始まるやつのイントロダクションみたいな。そうなんだよあれみたいななんか興味湧くもんね、うん、サトシ君入るでしょ。僕はそうですもうプレオーダーしてましたてるらしい、はい、いいよだからもうサトシ君のそのやつでちょっと言います、はい、でみんなで見てねみんなでログインしますそれダメでしょそれダメでしょ教えてパスワードいやだからそういうのもだそれサトシ君がいいなと思うんだと俺も払いますよ。25ドルでしょ30ドル今は30ドルでしたね。けどこれが高くなるのこれから高くなるみたいです。なんか今そのちょっとお安い値段だって AOG オンラインで25ドルじゃなかった。カイオも25ドルだし、ね、MG も25ドルやっぱワンランクだね。けどだからカイオだなんだって今試合に出てる人たちって若いじゃん。だから25ドルけどヒクソンってちょっと上の人たちが、はい、まあ別に30ドル別にいいよみたいな、はい、余裕のある人たちが、うん、で逆にでいやカイオは25なら俺30だよってなってでカイオが30するならじゃあ俺ち35にするって言って常に上の値段でいくっていう価値観上げていくっていうのはあるのかもしれない。そうですね。でいやそれはあるでしょそうですねっていうのはあるじゃん。俺価値超えて、うん、あとはやっぱ今の現代その若い選手の方は、うん、そのなんだっけその動画そのオンライントレーニングプラス、うん、なんか1週間大学無料とかなんかちょっとお金プラスで払うと、はい、そういうのもついてたりするやつとかありました。パッケージね。パッケージ、そうだから面白かった。カイオにしろメンデスもそうだけどあメンデスはそうでもないか。 MG とかもそうですけど、そう各国にも生徒がいるわけじゃん。でアソシエーションがあるからそのアソシエーションメンバーたちがそれに入れば要は本部と同じ練習ができるじゃないけど、うん、同じ技術が知れるっていうのはそういうのはいいよね、うん、だからそのオンライントレーニングが今すごい大流行りじゃん、はい、であれまあ25ドルとしても2ヶ月で50ドルでしょ。そしたら、まあね、2ヶ月に一遍 DVD 買ってるようなもんじゃん、うん、けど DVD 見終わったら終わりだけどそれアップデートされていくから今までもちろん見れるし、うん、これから新しいの見れるからもうこれからもう本当強速 DVD の時代じゃないよね。まあ、なんか難しくなってくる。そうだからだって今デジツも武道ビデオも新作の出がちょっとスローダウンしてるよね。ちょっとそれは思った。そうですね。あともう本当デジツとかだと固定されてますもんね。その、うん、出る人っていうか、そうそうそう、の人がある程度ニューヨークのねあそこのそうそうチャーリーのねコネクションで集めた人たちみたいな。で逆にだってジアニがオンライントレーニングやったってしんどいっしょ。
マルセル・ガラシェの下にいて、まあ、でもマルセル、そもそもあるわけですもんね。そうだからマルセル・ガラシェに習ったことを、はい、要はあのジアニがオンラインで教えるって、それもおかしいじゃん、うん、劣化コピーじゃんみたいな、ね、っていうのもなっちゃうじゃん、はい、でしかもマルセル・ガラシェはじゃあ25ドルでうち20ドルでやりますみたいな、それもおかしくねみたいな、なるわけでしょ。それなら MG 入るみたいな、マルセル・ガラシェ入るみたいな、はい、ってなっちゃうよね。だこれもね、いろいろとあると思うよ。だからその教則 DVD もそうです、そのオンライントレーニングもあるしけど、オンライントレーニングでやっぱりビッグネームしかできないもんね、うん、でちょろちょろその売り切りの DVD だったら、なんかよくわかんない人の DVD も結構3000円だったら買うみたいな、だからあるじゃん、ちょっとね、ちょっと見て1回見て終わりですみたいなっていうのはあるのかもしれないけどね。けど国内はまだそういうオンライントレーニングっていうのはあれだよね、トライフォースしかないもんね。けどこれがトライフォースの方にもだってあの桑原さんだったり上松さんなりのテクニックが入るとかってなっていけば、そこが一大ムーブメントになっていくのかなと。したら振るほど勝負上がったりだよね。あー、そうですね、ちょっとそれ思いました。だからそのオンライントレーニング の, あのシステムを作るのが大変だからね。今 DVD は素人で作れるわけじゃん。でそれを2000円3000円だったって、今まで手売りで自分で撮影して編集して手売りしちゃった人たちっていたわけだしさ、それをだからフルフォースがきっちり作るかどうかっていう、ただそれだけの話なわけでしょ。ただ要はちゃんと編集してパッケージ作って5000円です、手売りだったら3000円ですみたいな、まあ、そのまあ教則のやつでどれだけね需要があるかっていうのはこれから変わってくると思うし、けどこれヒクソンのやつっていうのはもう DVD もならないわけだし、で今までこんだけ映像で教える教えないっていうのを否定してたヒクソンが始めたことに価値、はい、そう価値があるっていうか、今まで言ってたことひっくり返したからね。なるけど確かこのコネクションで体重預けてこれでどう変わってるってしょ、確かにみたいになってるけど、外から見たら分かんねえじゃん、はい、なんだよあれみたいな、本当みたいな、ちょっと足の角度変えるだけで変わっちゃうのみたいな、わかんねえよなあれなちょっと思ったよね。ちょっとなんかすごいマジックはあるよね、はい、ヒクソンの呪術にはやっぱまだねインビジブルなところがマジックだよ、はい、マジックはあるよね、ちょっと思いました。はい、はいはい、読みます。空手で例えると、普段ジムで教えてもらうテクニックが型の連続写真をその通りに真似ているとすれば、ヒクソン先生の教えは型本来の意味を教えてもらう感じでした、うん、自分はヒクソン先生の教えにすごく興味を持ちました、うん、今回ヒクソン杯でのワークショップや翌日セミナーがあったそうなので、行かなかったことにかなり後悔しています、うん、アクシス20周年も相当豪華だったみたいで、自分はそもそもアクシスじゃないので行けないですが、すごく良いなと思いました、うん、前回のヒクソン杯が自分の最後に出た試合でした。その時橋本さんを見かけてブラジルブログを読んでいたので、有名人だと思って見てたら怪訝な顔をされた思い出がありますそんなねジロジロ見られたらお前なんだよとなるだろう。なるでしょ。だアクシス声かければいいんです。アクシス20周年ってことは、はい、あれパレスラもじゃあ今年20周年じゃない。あ、そうなん。パレスラ98年でしょ。1998年。あ、じゃあ今年ですね。そうです、20周年パーティーあるのか。10周年パーティーあったからね。あれ、じゃあ20周年パーティーあるんですか。あるのかな。けどもうパレスラじゃないの、内山さん。俺パレスラだけどこのミューズです。 MTT ミューズ10周年ですからね。あ、ミューズ10周年、ミューズ10周年ですよ。としても10周年やりますよ、あの一軒目酒場でやばい、ね、一軒目酒場かよっていう。一軒目酒場でみんなのいやけどアクシスみたいに好きで、いやけどちょうど今ぐらいだと思うよ。2008年の2月とかだもん始めたの。2008年の2月に、2月か3月だと思うよ。スマックがスマック格闘技スタジオアットミューズっていう名前で始めたんだよ。それが初めてで、その時ミューズ の, あの反対側の1号館だか何だかよく分かんないけど、あっちの方で始めたのが今頃ちょうど10年、ちょうど今頃10年だよ。その後がジュエルス格闘技スタジオ。そう、ミューズがオズロさんに身売りして、ジュエルスっていう名前に変わって、でじゃあスマックガールじゃないからジュエルスになりましょうって、ジュエルスになって、でジュエルスが俺は退社して、オズロさんもあの手放して、でみんなが辞めて、じゃあもうジュエルスじゃねえからって言って、あのミューズになった。でケニーが代表になったんだよね。初代の代表は篠屋敷さん、
ていう人がスマックの代表でやられた方がやってて、あの人があのスマックガールを吸収させて、でそれで小園さんに権利が移って小園さんになって、でそこでジュエルスがスマックガールジュエルスになって、そのジュエルスの活動の一環として格闘技スタジオをやり、でそれで小園さんとかみんな辞めて、ジュエルスからで、じゃあ小園さんがやらないんだったらじゃあどうしようって、じゃあ継続しようってなって、ケニーが引き取ったって感じで、ケニーが今全部をやっているという経緯がありますね。10周年です。ミューズ10周年、海外から豪華ゲストも来るかもしれない。だから宮尾がね、ミューズでセミナーやってますから ね村崎帯茶帯の時に、ね、多分日本の初めてじゃない、宮尾の初めてとは言わんけど最初期だと思うよ、宮尾のセミナーやったのは。結構ねビッグネームは来てますよ、はい、カフェダンタスも来てますね。カフェダンタス来てますよ、マイクファウラー来てますよあのシャノンリッチも来てるし、エリオットケリーも、エリオットケリー来てますクレバールシャーノとも来てますいっぱい来てますよ、ます、ね、微妙な人たちがなんかすごい、そう、あこういう人、あネイサン・メンデルソン、ネイサン・メンデルソン、あそうですね、そうだからすごい、はい、あのえこういう人いるんだって、あのジョナサン・ノバエスも来たんでしょ、あそうですね、そうですね、でそういう、そう、あそういう人もいるんだって人たちのテクニックが受けれるのがここですよ、ここで一心呪術一心呪術もねマニアックな人やってるからね、アダム・ワルジンスキーやってるからね、渋いなって。今だってあれもやってるでしょ、この間だってあの台湾のなんとかレイド、はい、ダンレイドのセミナーやってるからね、すごいな、ダンレイド誰みたいな。グレイシーも、あそうだよ、あ何グレイシーでしたっけ失礼だな。だって私もちゃんと覚えられてない。俺もそうだけど。あの斉藤さんが言ってた。あれ、へい、へい、うん、そんな感じの。そう、なんすいません。そういうグレイシーもやってるからね。すごいよ、一心ジュースとミューズは。マニアックなとこ攻めてくよ、こっちはね。メンデスなんか気がしないけど、メンデスは20万払わなきゃいけないんだから、今20万どころじゃないでしょ、高いでしょ。メンデスかミューズキはそれはすごいと思うけどね。メンデスはこのタクイシーは来ます、タクイシーですね、それもありますね。また聞きセミナーはできますよちょっとけどタクだって紫帯茶帯屋だってメンデスにもらってんだから、ムンジェアのもね成績残してるし、いやそうですよ、そういうのもいいと思いますよ。ミューズ10周年、はい、ミューズ10周年ヒストリーもね、まあいろいろと問題もあるから言えない部分もありますから、ピールがありますからね、ちょっとこの10年間の、ね、歴史をねまたねどっかでやりたいなと思いますね。はいはい、はい、読みますね、はい、今思えば仕事中に知らないやつからじっと見られれば邪魔くさかったと思います。そうないね、はい、その説は失礼しました。いつだろう、じゃあ2年前かな、え1年前回ってことは千葉では千葉の奥地でやってる時だ、千葉ポータリーナだ、はい、あ近くに美味しいお店あるって言ったら、違う、サトシ君がホテル泊まって一人だけ抜け出してる、なんか芝居、ね、のとこってあそこあるんですよ、すごい、そこに抜けた、栄ですか、栄町、栄町で一人で行ってなんかすげえ張り切ってけど、あの時だってハイサムとかでね、タコスタコス、タコス丼食べたタコライスか、あ違う、ケバブ丼か、そう、でもあそこのケバブ丼少ないですか、内山さんが教えてくれた、そう、あそこ、あそうだっけ、そう、私が連絡してあの、なんですけど、あそこのケバブめっちゃ美味しい、うん、あそこ美味しい、そう、そういうのもありましたね、はい、すみません、食べることに関しては結構知ってます、懐かしい、あいや、そんな、その時当時、そう、サトシ君が、俺そこですごいなんか張り切って、ね、夜一人で出てった記憶はありますよ、千葉中央あたり泊まったんですよね、あそうですね、変なとこだよね、千葉中央だと結構歩いてす、ね、あれすぐキャバクラがあって、はい、その奥行くとすぐ会長みたいな、あの、はい、これ裏にもしてい、裏でもなんでもねえや、裏ない、普通に2年前はね、事件もなく普通に帰ってきたもんね、そうですね、ちゃんとしっかりやることやって帰ってきた、やることやってお仕事して、はい、はい、まあ、そんな、はい、そんな思いといて、はい、思い出の、そう、ヒクソン杯だね、ヒクソン杯、去年のヒクソン杯、ロートルとか来た時だよね、あそうですね、メンデスとかね、で今だそのルートルとメンデスだってね分かれてますからね、この2年間でいろいろありますよ、何があったんだろうか、ね、もうちょっと気になったね、うん、とか言って、はい、はい、今年はぼちぼち試合に出ていこうと思います、うん、勝ち負けは置いといて試合は非現実感を味わえたり、会場では同窓会みたいな雰囲気も味わえるし、できればジムの仲間とワイワイ言いながら移動もしたいと思います、うん、いつも読んでいただきありがとうございます、はい、まだまだ寒いですが次回も楽しい放送お願いします、はい、もうね、レギュラーですからね、はい、
2018年2月15日ダメ野郎、はい、いいですね。そうそう、今回ね、あれなんだよ、ね、2回目だからね、火曜日に収録して今回金曜日に、そうですね、ね、はい、そうだからあっちはあっちで、まあ、月の、ね、大会総括だったその時のニュースをやって、今回はこういう、ね、お便りだってなるっていうのはできるのはいいよね。これなんて読むんですか。はいですか。パイオツとエモミ秋田。はい。言いづらいな。言いづらいですね。そう、下ネタ読んで、これ長澤さんに読ませようとしてるんだろう。あ、なるほど。よくわかんないけど。はい。はい、じゃあ次です。残念、私が読むことになりました。はい、最後に読ませていただきます。はい、橋本さん、成田さん、眠りの森のお姫様、こんばんは。ねですね。はい、ごめんなさい。ね、いつも私でごめんなさい。本当にいつも楽しく拝聴させていただいております。BJJ ネームファイオツテモミアキタです。はい、はじめまして、この恥が、はい、恥じらいの恥ですね。恥じらいの恥なんです。間違いだろ。細かいですね。はい、パッチや T シャツがもらえたらいいなと横島な気持ちでメールさせていただきましたが、でそれはプレゼントスペシャルじゃないとないよね、レギュラー会はね。そうですね、なかなかお便りの内容にもよるんでしょう。そう何がいくんだろう、ね、何分ただのおっさん趣味充実家なので特別な情報があるわけではないので、最近だいぶ落ち着いた質問箱から気になったトピックについてお話しさせてください。いや本当あの質問箱はね落ち着いたよ。そうですね、一時に比べれば大炎上して、うんはい、九州の闇について、これ突っ込むね、これは闇深いと思うよ。はい、これを選んだのはもう一つの話につなげやすかったからなのですが、うん、やはりこういったことには野次馬根性が発揮されます。うん、僕自身都会から地方へ移り住んで充実に限らず、保守的で村社会的な感覚を味わうことが多々あります。なのできっとそういった闇はそれぞれの地方にあるものなのかなとも思います。東京大阪以外はほとんどが地方であり田舎だと思うので、それぞれの地方の闇を暴いていってほしいと思います。前回の放送でおっしゃっていたゲスト九州メンバーでの放送を楽しみにしています。やらねえよ、だってもうやれないもん。だから金曜日の夜ついて、あ、金曜日の夕方についてで土曜日の大会終わったらすぐさま沖縄行っちゃうから今回無理ですね。でけどね4月の1日2日だ、4月の2日に鹿児島、けど鹿児島はもう九州だけど、まあ、博多のね、博多つかあそこのあれとはちょっと違うじゃん。けど博多のあれはねちょっといろんな人にちょっと話聞き、今回事情聴取するからね、来てればね会場に、いや来てないと思うけどな、来ないと思うけどな会場には。そんな、そうそんな地方にも今ではメジャーで、メジャーで活躍した人のジムや道場がたくさんあります。うん、そのほとんどは故郷に2匹を飾るタイプだとは思いますが、ジャンルの成熟がそうさせるところは多分にあると思いますので、それはとてもいいことなのではないでしょうか。うん、国語力がごめんなさい。そこで質問です。金屋さんなら東京以外で道場を出すとしたらどこに出したいですか。いや道場出すけどさらさらないよ、1ミリもないよ。いや もし東京以外で出すのであればで、またその理由があれば教えてください。ここにあれば、まあ、フィリピンだね。フィリピン、でそこでちょっと柔術を教えながらちょっと小銭稼いで悠々自適の生活したいね。はい、そもそもずっとフィリピン、あの老後はフィリピンに行くってずっと言ってた。いやフィリピンかタイか、いやどこでもいいんだけど、要は日本よりちょっとぼんやりしたところで、はい、で柔術がそうでもないとこ、もうフィリピンも結構できちゃったもんね。うん、もうすごいできちゃったから、ね、もう素晴らしい人たちがいっぱいいるじゃん。そうじゃなければさ適当に行ってさ、まだあの黒帯だよっつってちょっと威張って行ってさ、お黒帯なんだみたいな、それでねちょっと小銭稼げればいいなと思ったけど、もう今そんなとこねえからな。もうどこもどこもいますね、黒帯もいるし。そうそうそう、とりあえず日本は考えてないよね。日本なんか本当もう別に老後で日本で暮らす必要ないじゃん、本当それは思うよ。インドネシアとかまだあれかもしれないですね。うん、そうね、だからそういうところ行ってっていうのはちょっといいかなと思うけど、そしたら別に呪術やんなかったっていいわけじゃん。ね、適当なねちょっと農村地帯でさ一緒になって農村の人たちと暮らしたっていいわけじゃん。分かんないけど、痩せそうじゃないで
ないですか。だから、本当だからもう新規工作やっちゃったからもう無理だけど、そういったものは無理だけど、本当にそれを思ってたからね。だから本当45なのか何歳なのか分かんないけど、ちょっと小金持ちに10万ずつ20人に借りて200万握りしめて高飛びしようと思ってたからね。本当に高飛びです。そう10万借りて20人に10万ずつ借りて、その借り握りしめてアジアのどっかで高飛びして、そういえば帰ってくるって帰ってこないなあいつはみたいな、SNS もそう元気にやってればいいねみたいな、無事で帰ってくればお金はもういいよって言われたぐらいで帰ってくるみたいなさ、結構小金持ちじゃないとあれですから言われますよ普通に。で小金持ち20人ぐらいいるもん。10万貸してくれる人いるよ。しかも10万貸してそれをもういいよ、じゃあそのぐらいだったらっていうような人たちは20人はいます。俺の周り金持ち多いからね。ねえ、いいと思いますよ。50万円ポンって貸してくれる人ってるもんな。そう、そうですね。そうだ、電話1本でやばいですね。いい先輩いますから。リスかないからね、あれはね。そうですね。いや、俺の違った先輩は本当にもうで金かで10万借りたらもう3万円、7万円で貸されるんですよ。要は3万もう抜かれた状態で10万円の借用書書かされて7万円で7万円もらえる。でそれ10万円借用したから10万円返さないといけない。何そのリス3万円。いや、じゃあそういう闇金的なことをやってる先輩もいるのよ。本当に大変な時はそういう人にも借りたりしてたんだけど、結構大変なんだよ。あるあるある。そうですね、闇金みたいな。いや、いっぱいあるよ。そう難しいところ。そういうのありますよ。昔そういう人からもお金借りてたし。そんな、はい、あのお金を借りる話をしつつも、はい、小岩の闇が今小岩の闇、橋本さん九州の闇じゃなくて小岩の闇でしょ。ありますよ。そういえば山本キットは沖縄にクレイジービーを出しましたね、うん、3月のクレイジービーカップではマスター青ライトフェザー級で出場するようですが、はい、このカテゴリーは適正なのでしょうか。9月の放送でもこういった話題がありましたが、うん、金谷さんの見解をお聞かせください。そんなに深く考えず青帯を持ってるからぐらいの感じで出るんだったら僕が対戦相手ならなたまらないなと思います。でこれ内場と一緒だよね。内場さんも要は茶帯を、青帯を巻いて出てるわけじゃん、うん、で、ね、適正の年齢カテゴリーが、まあ、シニアの本当は、シニア1か38歳とかでしょ、あの人。そしたらシニア1だけどマスターで出てるみたいな。でキットも多分同じぐらいだと思うから、でベッチーニョが要はあの柔術の帯として、はい、MMA ファイターだから青帯からスタートしなさいみたいなのか、うん、でそれこそだって本当柔術と MMA は、まあ、MMA のプロ選手は柔術だったら白帯で出れません、だから青帯ですっていう感じなのかもしれないし、うん、で内島もそうじゃん、柔道の黒帯を持ってる人は白帯で、大会出れません、だから青帯ですみたいな、でそういう感じだと思うんで、これもこれは適正かどうかっていうのは俺たちが決めることじゃなくて別チームが決めることだから、そこも今この次考えてます、ね、そう別チームが決めることだから俺たちは外側からやいのやいの言うことはないよね、うん、でその道場には道場の考え方があるし、でそこでいろいろと、別チームがこう思うからこうなんですよってのがあるわけだけど、まあ、今度会うから別チームに、でそれね、ミュウさんもそうだし、でそういうのもちょっと話してもいいかなと思いますけどね。はい、はい、そのことが書いてありますね、はい、だからといってベッチーニョがその辺のことを考えて上の帯を与えたりしそうにもないので、うん、過去勝手なイメージですが、うん、仕方ないのかかとも思います、うん、まだまだ寒い日が続いておりますので皆様お体ご自愛くださいませ。かしこございます。ありがとうございます、はい、以上です、はい、で今回ねお便りコーナースペシャルということでバババッとやりました。であとね、こう前もやってたあれだよ、ごめんなさい、あのあれ質問箱の質問に詳細に答えようのコーナーも全然、そうあれね、あれも時間なくてできないじゃん。そうですね、なんだか今だってもう1時間ぐらいやってるわけでしょ、はい、だやっぱこういうのも、まあ、お便りもそうだし質問箱のやつもちょっとこれからやっていきたいと思うんでね、まあ、内山さんと佐藤君が来れる、あれ2人揃ってる金曜日の時にはちょっとそういった本編でできない時の本編でできないやつをこっちでもやれたらいいなと思う。でこういうお便りコーナーとかをさ長澤さんが読んだところでもポカンなわけでしょ
まあそうですね。そうですね。そう、はい、質問箱のことにしろ何にしろボカンになっちゃうから。なんかそうですね。今回自然でしたね。ちゃんとそう呪術っていうキーワードのその中で会話ができる人と人にできない人っているわけじゃん。だってそれこそだってさサッカーのさ。サッカー大好きな人がさ、うん、あの2人集まって俺がそこで行ってね、うん、やったってうん、はい、って感じじゃん、はい、ロマーリオみたいな、そうなんですね、しか言えない、そう言えないから、あ難しい、しょうがないよ、そうなんだみたいななっちゃうから、だからそういってこういうあのこういうそのあの質問箱だったりこういうのはこっちの方面でできたらいいなと思うので、すいません本当そうあのよ多分このね読ませたかったんでしでしょうけど、うん、すいません本当いやわかんないだこのこれもで誰がでで2人やってる時だってあるわけだから。そうそうそう、ね、こういうのも、ね、ありますからね、またまたあのお便り募集中です。質問箱、さっきも言ってたけど、ちょっと落ち着いてきましたね、この間、昨日一昨日かな、寝て起きてみたら、1件しか来てなかったのよ、寂しくなりましたね、けど今日は7件来てました、だからな、分かんないけど、週末にかけて、だいつ前は、寝て起きたら17件とか、マジかみたいな、で、小岩から電車乗って、新宿行くときに、やったりして順調にフォロワーが減ってってます。答えるたびに答えるたびね、順調にフォロワーが減ってってね、はい、今はね何人ですかフォロワー？この間までね4000ちょっといたはずなのに、はい、3988です。あ4000を切りましたか？全然切りました。でこの間まで4000切ったのかと思ったらもう3900も3990すらもだ十何人減ってるってことですよ。何答え損ですこれ本当に。別にいいんだけどね、フォロワーなんてこんなも合ってないようなもんだから別にどうでもいいんですけどね、だけど、まあ、この呪術に関する質問は俺が答えられる範囲でやれればいいなと思います。でこれさっきもねスイープが上手くなりたいです、橋本選手スイープを教えるときどんなことを教えますかって、これ俺じゃなくて岩崎君とかに聞いた方がいいと思うよ、橋本さんとかもやってますね、そう俺そうそう、だから俺技術的なことよりなんか多分それよりもあの世界の呪術が今どうなってるかとか聞いた方が、そっちの方が、そう、そうこのトランプ政その、ね、アメリカの入国厳しくなってるんですけどって、こういうのはもうすごい答えられるじゃん、うん、けど日本ねあのやっぱりトランプ政権になってからアメリカ入国ビザが全然降りなくて、うん、降りたとしても1週間しかいられないとか、はい、っていうブラジル人とかもいるけども、けど俺らは別に全然今まで通りだし、はい、何にも変わってないよね、日本人そんな変わらないですか、日本ってそのやっぱその厳しくないじゃないですか、やっぱどこの国に対して、うん、そう多分ね、起こさないっていうのは言い方悪いですけど、うん、そう観光で入る分には全く問題なさそうですけどね、あとこのヒクソンがあのアンドレとヒクソンのスパーリングの話とか、はい、だからこれが実際にその場にいたっていう人から話聞いたからね、うん、でこれも、まあ、ここでもちょっとじゃあこれちょっとやるけど、ね多分2008年のヒクソン杯かなの時にアンドレとエドラテレスが来た時にアンドレがアクシス行ったんだよ、でその時にヒクソンも来ててスパーリングをやってヒクソンがアンドレを抑え込んだね、マウントで、そのヒクソンのマウントをアンドレが返せなかったんだよね、でそれを見てた人たちが現役のムンジャルチャンピオンのアンドレでヒエラルキーとしてヒクソン、アンドレがいてどっちが強いんだろうとなるけど、ヒクソンのマウントを返せなかったアンドレになって、やっぱヒクソンアンドレすごいんだって、ヒクソンが言ってたことは正しいんだ、俺たちはこれやればいいんだっていうような方に傾倒していったというか、やっぱそこは一つの答えってわけじゃなかったから、答えではないけども、そういったことを見てわすごいヒクソンっていう幻想はもちろん広まったよね、あの時に。でヒクソン伝説の一つで今まで敵対してたような人たちが、でやっぱカオソングレーシー一派なんだけど、カオソングレーシーの一派の人たちってヒクソンなんて俺たちがやれば絶対勝てるみたいになってた人たちが、バロヒロだったかアキカラダなのか覚えてないけど、スパーリングした時にヒクソンにボコボコにやられて、でけどアローラとかフィリオってブスタマンチだったりリボーリオだったりバリッチだったりの生徒なわけじゃん、いや俺たちの先輩が俺たちだったら絶対ヒクソン勝ってるよ、そうだーなんてなってた人たちに思ってたら、ヒクソンどんなもんだろうってやってボコボコにやられて、ヒクソンすげーみたいな、でそこで一気にヒクソン信者になっちゃうみたいな、でブラジル人がみんな俺が最強だ、俺も誰でも勝てるって言うけど、ヒクソンに勝てないから、ヒクソンだけはどうかなみたいなしょんぼりしちゃうっていうぐらいヒクソンだけは本当別格なんだよ、そのぐらいヒクソンっていうのはすごかったんだってよ、40歳ぐらい
ントしとってくれれば勝てるかもしれない。そう、80年代だから俺らが知ってるヒクソンっていうのは90年代じゃん、全盛期の80年代だ、90年代前半ぐらいまでのヒクソンだから、アメリカに来る前のブラジル時代のヒクソンっていうのは本当に神様じゃないけど、もうどれ俺が絶対最強だなんだって言ってもヒクソンには勝てんのかよって言ったら、ヒクソンだけはどうかなみたいな自信が揺らいじゃうみたいなぐらいの、もうその俺たちの物差しから飛び越えた存在だったんだよ。そういう存在だったから、でそれを今もその伝説が生きてるというかっていうのはすっごい聞くよね、ヒクソン伝説だけは。いろんな人に聞いてヒクソンやべえみたいな、バレットもそうだし、デビッド・カマリロもそうだし、ヒクソンやべえなみたいな。あ、ナンバーでホイラーも言ってましたね、なんかあのブラジル特集のリオ特集。あ、そうでしょ、うん、だからあのホイスが僕より10倍強い兄さんがいるみたいな、だそれがやっぱ、うん、あのヒクソンなんだろうけどっていうのはもう本当あるよね。ヒクソン伝説だけはマイキューに止まらないというか、うん、で結構それって幻想なのかなと思いきや本当に聞いてるわけじゃん、はい、ファビオ・グージェンもそうだし、だからアローナもそうだし、あれバレットもそうだし、いろんな人がヒクソンだったら、いやヒクソンやばいみたいな、それこそエジソンも言ってるわけじゃん。そうですね。そう、クローン、そうですね、そう、クローンとヒクソンじゃもうレベルが違うってなってるわけじゃん。けど今見てる人たちがクローン最強だろうみたいになってるけど、もうクローンだ、クローンよりも全然もう、いや、もうレベルが違うみたいになってるわけでしょ。で、そういうのちょっと思うよね。だそのヒクソンの全盛期を知ってないだけに、ちょっとそれは思うよね。だから今のね、60手前でしょ、ヒクソンだって。でそれが今どんだけすげえのか分かんないけども、やっぱすごかったんだろうなっていうのはちょっと思いを馳せるよね。やっぱヒクソンというのは別格中の別格というか、うん、っていう思いはあります。セミナーも盛り上がりましたしね、はいはい、ちょっとね、ちょっとそういうのをこんな100文字ぐらいじゃ説明できないから、ちょっとそういうのやりたいんだよね、うん、でこれはね、またあの時間があるときに、たっぷりと、だあこれは答えようっていうやつは結構いくつかあるのよ。ピックアップはしてあるんだけど、なかなかいかんせんちょっと答えられないので、うん、はい、また今度やりますね。はい、そんな感じで今回終わりとしたいと思います。 Want vs Need Presents BJJ Wave 始まる気合でした。内山由紀でした。成田さとしでした。はい、また来週お目にかかると思います。来週はですね、長澤さんが収録参加してくれるので、長澤さん向けの質問もぜひぜひよろしくお願いします。お願いします。お願いします。